そう、ちょっと今日ね、豆腐を使った、まあ、ご飯ものかな、超簡単なんだけど、ちょっとこう煮込むことによって味が入り込んでめちゃめちゃ美味しい豆腐をこう自分で作っちゃう。木綿使おうかな。皆さんどうも、早見もこみちです。さあ今日も始まりました M's テーブルなんですが、今日、教えちゃいます。めっちゃうまいレシピ。豆腐。この豆腐を使ったレシピ。まあ、豆腐飯だね。豆腐飯、うん。想像つくようで想像つかないでしょ。ちょっと動画の最後までぜひお付き合いいただきたい。これめちゃめちゃうまいね。おすすめです。で、材料これだけです。紹介していきます。木綿豆腐、青ネギ、卵黄、七味唐辛子、白ごま、めんつゆ、お砂糖、塩、薄力粉、水。さあこれでできちゃいます。簡単そう。簡単なんだけど、今日テーマが煮ては冷まして煮ては冷まして、でこの木綿の豆腐に味を染み込ませる。だからチャットは作れるんだけど、チャットは食えない。だから煮込まなきゃいけないってこと。時間がちょっとだけね、うん、かかるけど、シンプルに多い。だけどちゃちゃっと食いたい場合はもうすぐ食えるんだけど、俺はねこれ2時間ぐらい煮ないと2時間の間で煮て冷まして煮て冷ましていくと、すごいこう味が入り込んでもっとうまくなる。だからもう逆算して作った方がいい。なるほど。ということで、すいません2時間ちょっと待っていただかなきゃいけないんで、ちょっとお願いします。ということで、もうフライパンで作っちゃうんですけど、さあそこにお水、それとめんつゆ、ちょっとね濃いめにいきましょうよ。で塩、それからお砂糖、ちょっと甘みもね足していきます。そうで、この豆腐なんですが、切らずにほいっとほいっと。さあ沸騰してきたら、ちょっとね崩れちゃうと大変なんで火力を弱めてちょっと煮てあげましょう。で続いて隣、もうこれ先に作っちゃおう。今日ね、市販で売ってるものでもいいんですけど、今日はちょっと天かす揚げ玉をねちょっと作りたいなと思って。そう、手作りの、うん、って言ってももう本当にもうここにお水を入れて混ぜて、そしてめんつゆ、これを入れるだけ。そうすると味がつく。これがうまいんですよ。もうちょっと足して濃くすればもうこれとご飯だけでもいける、うん、さあ揚げ玉作っていっちゃおう。よし、こんなもんでいいでしょう。ちょっと沸騰してきたね。そしたらこれを火力を弱めて、ちょっとなるべく崩れないようにちょっと落とし蓋をしてあげましょう。さあ煮ては冷ましての繰り返し。じゃあ今のうちに仕上げに使う青ネギ、これも切っときましょう。いい感じなんじゃないかな。さあでは豆腐の方はまだ時間がかかるんでちょっと待ちましょう。
もういい感じですよ。煮ては冷ましてを繰り返すと、生きた、やばいね。でこれをよいしょ、スッと切っちゃいましょう。いい感じで、これをこのご飯の上に乗せちゃうんだ。ちょっと七味、豆腐に合うよね。それと卵黄、もう崩れていいです。白ごま、青ネギ、揚げ玉、これで食感がまた面白くなります。さあできました、豆腐飯の完成。さあ皆さんいかがでしょうか。これはもう僕にとっての究極の豆腐レシピでございます。めちゃめちゃおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。もう激うまですよ。そしてチャンネル登録お忘れなく。ではいただきます。やばいね。いや、今日もいや参ったな。いや本当とんでもないものをちょっとまた教えちゃった感じだね。これは知らなかったです。肉なくてもいける。